こんにちは、カンナです。今日はですね、オリジナルタオルを作る時の料金の目安、まあ一番大事なところなんですけどもね、オリジナルタオルを作りたいと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、この料金についてお知らせしたいと思います。オリジナルタオルを作る時の料金なんですけども、一番その辺の価格に転嫁されるものっていうのがですね、色数と枚数なんです。色数と枚数で、まあ、一般的に大体100枚ぐらいから作るというところが多いんですけども、経済ロットというのは大体360枚、大体30ダースなんですね。タオルはダース単位なんで、30ダースから経済ロットになる、まあ、プリントの工賃も若干安くなるというのが、タオルになります。それとあとは色数ですね。当然、1色よりも2色3色の方がやっぱり面倒、手間もかかります。それと、型代もかかってきますので、その辺ですね、色数と枚数大体お決まりになった段でですね、我々、観音織物にこの後のフリーダイヤルでかけていただくかですね、その辺ご相談いただくというのが一番いい方法だと思います。ひょっとしたらね、1色でも、プリントの方を染料の方が、顔料の方が安くなったりとか、2色でも染料と顔料だったら顔料の方が安くなったりとか、いろんなこと考えられますのでね、その辺ね、ぜひご相談していただいてですね、一番いい方法を選択してみてください。よろしくお願いいたします。